クテイヨハヤジマヨシャシッタでございます。ちょっとここ2日間ね、焼肉行ったら食当たりになってしまって、2日間ね、公園でね、寝込んでました。もうマジで下痢と発熱でマジでしんどかったっすね。でまあね、そんな話は置いといて、今回はね、8ヶ月ぶりくらいにね、ちょっとね、運試ししようかなって思ってね、これ買ってきました。それではこちら、昨日1兆円やとは思えへんな。ドラゴンボールスクラッチがね、期間限定で発売されてるので、1万円分ね、買ってみました。で、今回の1等がですね、50万円ですね。で、2等が5万円って感じ。僕ですね、結構スクラッチの運が良くて、去年の誕生日に1万円分スクラッチ買ったんすよ。そしたらね、2等のね、3万円とかね、当てたりしてるんで、結構ね、スクラッチのね、相性はいいかなって思うんで、今回ね、再びね、1万円の挑戦ということでね、もう1等の50万円が出れば、もうスイッチ10台プレゼントとかね、やろうかなって思います。でもまあね、1万以上のね、当選金を出さないとね、赤字になっちゃうんで、1万円はね、出てほしいかなって思います。じゃあ早速ね、今からね、アングル切り替えてね、このね、1万円分のね、スクラッチね、削っていきたいと思います。んでー、いこう。はい、じゃあ早速ね、削っていきたいと思います。じゃあ手前のね、これから行こうかなと思います。今回のね、スクラッチね、単純なんですけれども、左のね、ここの部分を削って、Z が9つで50万円。まあ要するに、Z の数で金額がね、決まるっていう感じですね。とりあえずはね、4つが最低条件っていう感じですね、200円。じゃあ削っていきます。激沈やん。全然来てないぞ。もう一気に削ります。1枚目はね、Z が3つなんでね、外れですね。当たりが来るまでね、削り続けたいと思います。いきます。うわ、また Z3 つや。全然当たりが来おへん。あー、やっと来た。やっと来ました。これね、10枚に1枚はね、絶対ね、200円入ってるんで、とりあえずね、当たり前のやつがね、来たっていう感じですね。200円。あざます。スクラッチはね、この10枚の中で200円以外をいかに出すかっていうのがね、一番のね、見どころなんですよ。なので本当にね、200円以外のやつをね、出したい。頑張ります。あー、外れ。とりあえずね、10枚削ったんですけれども、200円しかね、来ませんでした。残りのね、40枚にね、かけたいと思います。もうどんどん削っていきましょう。おー、来た。はい、200円来ました。残りのね、ここでいかにね、200円以外を出すかですよね。頑張ります。うわー、これも3つや。ということで、11枚目からね、20枚目もね、200円しか出ませんでした。やばいぞ、ほんまに。21枚目からね、30枚目もね、200円しか出ませんでした。31枚目からね、40枚目もね、200円しかね、来ませんでした。残りね、10枚でいかに1万円以上を出すかっていうのがね、今回の見どころっすね。頼むぞ、マジで。あー、この辺。おぉ、びっくりした。 Z が5個や。1000円や。うわ、よかった、200円以上が出た。ということはまだどっかに200円があるってことか。これじゃないってことは、これが200円ですね。おー、来た。ということで、最後のね、41枚目からね、50枚目やね、1000円と200円がね、出ました。今回のね、すべての当選金額合わせますと2000円です。赤字が8000円。二度と買いません。